以上、本日は最後の演技でした。皆さん、こんばんは。今日はこの引退セレモニーに来てくださりありがとうございます。成績がいい時も悪い時も温かい言葉をかけてくださり、最後まで変わらず応援してくださったファンの皆様、毎年誕生日にくださる寄せ書きのアルバムだったり、試合後にもらえかけてもらえる言葉だったりプレゼントっていうのは本当に自分にとって大事なものだったので、きっとフィギュアスケートを引退しても全部本当に宝物になるものばかりをいただきました。最後までこのように愛知県に来てくださった方々、この最後の私の演技を見届けてくださった皆様、本当にありがとうございました。それから約16年17年間支えてくれた家族、まずは本当にお金のかかるスポーツだったと思うんですけど、好きなことがあるのは羨ましいと、それだったらやりたいところまでやってもいいよって言ってくれて、今日この日まで続けさせてくれてありがとうございました。正直まだ本当に明日から自分がスケート靴を履かないっていう実感はないです。もうちょっと辞めるのが寂しいなって思う気持ちがあるかなと思ったんですけど、最初に決めた引退、大学4年生の時の引退の時よりかは、多分もう本当にやりきったんだなっていう気持ちがあるので、今は本当に後悔もなく、こんなにたくさんの方々に囲まれながら引退できることを幸せに思っています。16年間、17年間いい成績がほとんどなかった私ですが、最後まで応援してくださりありがとうございました。引退や連載でした。これからの人生、頑張ってください。